あとですね、これまで2つ素粒子論からの例を出しましたけども、場の量子論は物性理論においてももちろんよく使われます。例えば相転移の臨界点を記述するのには、まあ、共形場理論っていうのが非常に有効でした。これは長い長い歴史もあります。あと物性理論の方では最近、まあ、トポロジカル物性というのが流行っておりまして、そこでも場の量子論的手法が対応される、まあ、それ以外にもいっぱい応用があります。で、全然聞いたことない人のためにさらにこれだけ出してもわからない情報を追加しておきますけれども今日の話はひたすらそういう感じですけど、まあ、共形場理論っていうのは量子場理論の一部でして、共形ってついてるのはまあなんか形が変わらないよみたいな感じでございまして、そういう性質を追加で持つような場の理論で、二次元イージングモデルっていう典型的なモデルがありまして、それはまあ学部でもその物理の授業を受けてると出てくるんですけども、まあ、磁石のモデルでして、まあ、二次元にそのちっちゃい磁石が並んでて、それに温度かけた、相互作用してて温度かけた時にどんな振る舞いしますかとかいうモデルなわけですけど、まあ、これ適当に相転移って、相転移温度、磁石じゃなくなる直上でシミュレートした感じで、まあ、黒い部分が磁石上向いてると思って、白い部分が磁石下向いてると思っていただければいいんですけど、まあ、これ表形ってどういうことかっていうと、大体そのだから黒い塊がサイズいろいろありますよね。この大きい塊とかちっちゃい塊とかいろいろあるんですけど、それがまあいろんなサイズの塊がまんべんなく混じっているように見える。でこれここに枠入れ忘れましたけど、ここの 半分のところを拡大してやるとこんな感じになって、やっぱり大きな塊とちっちゃな、さらにちっちゃな塊、さらに また倍に拡大してやるとやっぱり大きな塊とちっちゃな島がある、まあ、そんなふうな感じ。こういうわけで共形場理論は長らく研究されてまして、まあ、どんどんこうで、この二次元イージングモデルっていうのは、まあ、オン・サーガーさんという人が、1944年にゲミシンと来ました、まあ、だからやっぱり言ったようにこういうところの基本的なところはだいたい1950年頃にからスタートしてですね。で、さあ二次元イージングモデルがそうやって厳密に解けたんだったら、三次元の同じモデルもやってみようと考えるのが、まあ、2匹目の土壌を狙おうというのは誰しも考えることです。だから三次元的にさっきの白と黒のミニ磁石が並んでると思ってどうなるか解くわけですけど、まあ、四死類類でございまして、厳密に解けた人はまだおりません。もちろんですね、パソコンとかスパコに載せてシミュレートしたら、臨界温度も分かればいろんな物理量も分かりますし、あとその実際 その相転移するやつで三次元イージングモデルと同じユニバーサリティクラスになるやつもいっぱいありますから、まあ、実験結果はあってあるんですけど、まだこういう古い分野でも、2010年ですから この10年弱ぐらいになって、三次元イージングモデルとかにも使える、まあ、新しい手法も開発されてるんですね。それは数値ブートストラップ法っていうやつでして、これはそのあんまりこれまで場の量子論では使われてなかった数学を使うので、ちょっとだけ紹介したいなと思うんですけども、その何をやるかっていうと、三次元イージングモデルは相転移点上ではまあなんか共形場理論になると思われてるわけですけど、共形場理論でありなさいっていう条件を課すと、たくさん不等式を、物理量に関する不等式をいっぱい書くことができる。山のようなたくさんの不等式を同時に解くと、まあ、答えが分かるっていうのは前から分かってたんですけど、そういうたくさんの山のような数の不等式を同時に解く方法が場の量子論屋は知らなかったんですけど、2010年頃に、まあ、そのオペレーションズリサーチというんですか、まあ、整形計画法でよく使われるそのリニアプログラミングとか言われる方法を使うと、それがうまく解けるということが分かりまして、でこれはその中の著名な2年ほど前のやつでございました。これは三次元イージングモデルを頑張ってその方法で解きましたっていうの、新しい方法で解きましたっていうのが、で2年前で一番精度が高いのがこんなんですって言ってます。でこの緑の箱が普通にシミュレーションした場合の精度で、これこっちのこれが実験で測った時の精度でっていうので、まあ、ちょっと実験の誤差から離れてるんですけど、まあ、でも数値計算の方はモンテカルロの方のもうこのニューメリカルブートストラップの方も大体同じところに収束しそうな感じなので、よく分かってるなとかいうわけで、まあというわけでこういう
統計物理系の非常に古典的なモデルに70年ぐらい研究されているモデルにもいろんな発展が、でだからこのスライドで喋ってたかったこと今言ってしまいましたけど、だからですね、これまで紹介何例か紹介してきましたけども、場の量子論っていうのはまあたくさんの人が研究してます、よく研究されてる。で実際の数値もたくさんの人がたくさんの努力をつぎ込んで計算しておりまして、精度よく計算できます。かつ実験結果ともまあよく合うので、じゃあまあいいんじゃないかと思うんですけども、実は数学的には非常に不完全です。どういうことでしょうかっていうのでなかなか難しいんですけど、物理の理論でまあなんかその難しいとか最初に勉強しないといけないって言って学部に入った時に聞くものって何かっていうと、量子力学とか一般相対論だと思うんですけれども、その一般相対論と量子力学というのを片側に置いて、場の量子論というのをもう片側に置きますと、その2種の間には質的な違いがあります。なんでかっていうと、量子力学や一般相対論ですと数学者に一言で何をやっているかすぐ説明できるわけ。量子力学っていうのは数学的に何やってるんですかって言ったら、それはヒルベルト空間上で、まあ、ユニタリ演算子とかエルミ演算子を研究してるんですよ、まあ、そう言うと物理をほとんど詐称してしまいますので、物理屋としては嫌かもしれませんけども、少なくとも数学的に何やってるか分かってるわけですよね。同様に一般相対論も何ですかっていうと、まあそれは多様体考えて両レンズ型の計量があって、でそこから標準的に定まるアインシュタイン方程式っていう偏微分方程式があって、それを解こうとしてるわけです。だから両方とも文章一つで言えるわけですよね。なんだけど場の量子論の研究をしてる人はいっぱいいるんですけど、場の量子論って何でしょうって思って、数学者の人に伝えたいんですけど、それが何なのかわからない。でも何なのかわからないんだけど、さっきもこれまでいろいろ話しましたように、たくさんの人がたくさんの何ですか研究時間を吸い込んでいっぱい結果を出て、しかも実験結果と合ってるんですよね。それなのに数学的に何なのか言えないですね。これはまあ僕だけの問題かもしれませんけど、その分野の違う皆さんにはそれは判定できないと思いますが、信じてください。多分他の場の量子論屋とかに聞いても一言で言えないですね。これが非常になんか僕としては、まあ、苛立たしいっていうか、なんていうんですかね、まあ、不満なわけですね。でそういうふうに不満に思っている人はいっぱいおりまして、例えば、まあ、その量子囲炉力学っていうさっき出てきたやつですね、そのスパコンに載せたら十分精度よくもういろいろ現実を説明できるようになっているようなんですけど、数学的に全然よくできてません。だから数学的に満足に定式化して、かつ閉じ込めって呼ばれる性質を満たすってことを数学的に示せば、賞金1億円です。2000年になった時、その学生さんは2000年ってまだ生まれてないかもしれませんけど、まあ、そのクレイ・マセマティカル・インスティテュートってとこが数学の大きな問題を何個か列挙して、それで1つその1つそれぞれに解けたら1億円って賞金かけたんですね。それの1つに入ってるぐらいなんです。ですからまあ皆さんも1億円狙ってですね、頑張って定式化して証明してくださればいいと思うわけですけど、まあ、これも分かるように、そもそも数学的に定式化ちゃんとできてないわけですね。まあまあそうは言うもののですね、別に数学的に何をやっているか一言で言い表せなくても、まあそれは構わないといえば構わないわけですね。だって答えも出るわけだし合うわけ。だって古代エジプト人は数学的に定式化してなかったけども、幾何学をですね、まあ、ファラオがその人民を何ですか酷使することによって、まあ、立派なピラミッドができて、まあ、観光資源にもなっているわけですね。で物理屋も数学的に定式化はできてないですけど、計算はちゃんとできるし、まあ、実験も合うということでございます。でもまあ僕はちょっとなんとかならないかなと思って思いながらいろいろ研究しています。で、まあ、面白い話、僕が個人的に興味深いのはその
物理屋で場の量子論やってる知り合い僕いっぱいいるわけですけれども、その物理屋の中でもこのようにその量子力学と一般相対論っていうのと場の量子論っていうのの間にある数学的な厳密さの大きなギャップに気づいてない人が案外いるっていうことで、あの話してみると、あ、場の量子論ってそんなに全然できてなかったんですかっていう、あの僕の物理側で場の量子論やってる同僚いっぱいいるので、それも不思議なこと、それも社会学的には不思議なことで、なんでなんでしょう。まあ物理学としては関係ないわけですけど、でまあそのバビロニア人とかエジプト人はそういうところから数学を取り出したわけで、ギリシャ人とか一緒に頑張ってユークリッド幾何になったわけですよね。ですからそんな風にもちろん場の量子論のこういうところから頑張って数学を取り出して場の量子論自体を数学にしようって言ってやってきた人はもちろんいっぱいいるわけ。それを大雑把にその見ていきたいと思うんですけど、まあ、だからさっきも言いましたように50年代ぐらいに素粒子論での場の量子論というのが始まって、もちろんすぐにそれは物性理論にも応用されて、というかまあ同時に始まったと言った方がいいですけど、でそれを数学にちゃんとしましょうということをやり始めた人は もちろんその時代にいます。それが公理的場の量子論というやつです。それで10年ぐらい経ちますと公理論的場の量子論というのはまあちょっと脱皮しまして、まあ、最近では代数的場の量子論と呼ばれているようなアルジェブラックコンタクトセルというのに、まあ、進化して、で、まあ、どんどん、時間は経って1980年代ぐらいになりますと、またその素粒子論で出てきた、まあ、原理論とかで出てくる場の量子論の一部を数学的にフォーミュレートしたものとして、まあ、頂点作用代数、そう代数とか呼ばれるものが取り出されました。しかしこの時代ではそのだから場の量子論の一部を定式化したんでこういうのが出てきた、こういうのも出てきた。でもこの間にはまああんまり関係なかった。さらにもうちょっと1980年代が進むと、まあ、トポロジカル場の量子論とかいうのが出てきたりしてなってた。でもその80年代から90年代ぐらいの間はこうやってそれぞれですね出てきたいろんな数学的フォーミュレーションはそれぞれ別個に研究されていて、あんまり交流がなかったように思います。なんだけど、まあ、最近になって非常にそれぞれ その数学的な場の量子論のフォーミュレーションがおよびその物理側での素粒子論とか物性理論での場の量子論の研究の間の相互作用っていうのが非常に大きくなっていると僕は思います。あの僕が自分が学生だった頃に比べて15年ぐらい前に比べてもなんかいろいろ発展してきているので、まあ、僕と個人としてはまあ近い将来って10年か20年か50年か知りませんけどそれぐらいの間にまあ全部の流れが統合されて、まあ、その場の量子論っていうのは数学的なんですかっていうのを、まあ、数学者に言えるようになればいいなと思って、まあ、研究を